次の曲聴いていただければと思います。想像なんだ、想像で聴いてください。茜色の夕日。Yeah.
ます、そんなビートニックですね、次のライブなんですけども、9月の来週再来週7日の土曜日に、ちょっと全然真逆なんですけど見附市の中央公民館の大ホールでですね、ラブイン見附というライブがあります。そこに、出演します。入場無料です。入場無料です。入場無料入場無料です。これ大事なことまで3回言いました。3回で行かれるの足りない。100回くらいで、はい、のでね、他にもね、いろんなバンドさん出られるのでちょっと興味ある方いらっしゃったらねどんなかなと思ってね覗きに来ていただければと思いますが、フライヤーは車の中に忘れてきました。その次ですね、10月の、末の27かな8かな日曜日にカモの LJ で、ライブやります。そこはですね、今日さ多分最後に出演される小沢さんのね、バンドも出演するのでね、あ、小沢さんソロじゃなくてバンドやるんだ、気になる方はね、ぜひ、カモの LJ そこも見に来ていただければと思います。ちなみに PA は高さんにお願いしております。よろしくお願いします。お願いします。さあ、そんなわけでですね、ビートニック久々に新曲を仕込んできました。新曲、はい、暑い夏をイメージして。まさかね、雨とは思わなかったんでね、暑い夏をイメージして新曲を仕込んできました。次、新曲やります。